エミリンチャンネル、さあ、始まるよ。よーい。前回までのあらすじ、エミリンチャンネルは、グアムのとあるホテル、すんごいいいホテルにご招待してもらって、ひょんなことからグアムに来て爆食いすることになったよ。ホテルのご飯もすごく美味しいし、他のお店もすごく可愛いし、グアム最高！今日は二日目の夜だよ。二日目の夜は今からホテルのおすすめの超素敵な鉄板焼きを食べに行くみたい。果たしてエミリンチャンネルちゃんはどうなっちゃうの？というわけで、グアム動画後半編です。ん？グアム編後半です。グアム編前半は昨日の動画で上がってると思うので、まだ前半を見ていない方は前半のグアム編を見てから見るとより楽しめるかもしれませんね。というわけで、どうぞ。はい。というわけでお待ちかねのディナーです。こちらホテルの中にある鉄板焼きのお店なんですけれども、もうがっつり日本って書いてあって、日本のなんかすごい有名なシェフがやっている鉄板焼きのお店みたいです。行ってきます。はい、こんな感じでグアムの海を見ながら目の前が鉄板でご飯が食べれるみたいな感じらしいです。最高。うわーすごい、でかー。うおー。一品目、こちら中トロのタルタルソースだそうです。美味しそうすぎる。いただきます。うん、美味しい。これは最高だ。めっちゃ美味しい中トロとめっちゃ美味しいタルタルソースって感じ。おいしい。わさびかな、ちょっとピリッとするような感じもあって、日本人が好きな味って感じ。パンに乗せて食べるわ。うん、おいしい。パンにめちゃくちゃ合う。最高。大量にね、乗せて、ASMR です。そして、せーの。うん。はい、次のお食事。これまためちゃくちゃ美味しそう。お魚の焼いたやつの上にナス乗ってるみたいなやつです。美味しそう。いただきます。絶対美味しいやつだ、これ。サクサクの白身魚、美味しい。柔らかい白身魚っていう感じで、丁寧な味付けで日本料理って感じ。これをグアムで食べられるなんて優越感と背徳感とラッキー感がすごいです。うまっ。これは本当に幸せです。うん、はい、というわけで3品目、美味しそう。サーモンみたいなやつをスープに入れて混ぜて食べてねって言われました。楽しい。いきます。えい。あ、すごい。面白い食べ物だ。何回も言うけど、これグアムだからね、めっちゃ日本のコース料理。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。じゃがいもの冷製スープみたいなやつに、いい感じにしょっぱいスモークサーモンの味がすごいマッチして、すごく美味しい。最高。だからこれをエビ、ラブした。なんか溶ける。めっちゃ生きてますね。まだ生きてますね。すごいな。うわー、美味しそう。焼けてる。当たり前だけど、めっちゃ美味しそうに焼けてる。最高。レモンがすごい。うわ、すごいレモン。わー、でソースをかけてくださってます。美味しそう。はい、こんな感じです。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。うわー、絶対美味しいやつだ。ロブスタープリップリ切った感じ。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。いや、ロブスターってこんなに美味しいんでしたっけってぐらいロブスター美味しい。カニみたいな、エビみたいな、どっちの良さも持ってますみたいな味してる。ソースがめちゃくちゃ美味しい。トマトの酸味とあのエビの卵のプチプチ感とどっちもがいい感じに交わって。エビ、おいしい。プリップリ、怖いぐらいプリップリ。アスパラも美味しい。めちゃくちゃ美味しい。次はお肉を焼いていってくださるそうです。マジで美味しい。
おー、美味しそう。最高。めちゃくちゃ美味しそう。お肉が輝いてる、なんか。いただきます。パクッと食べれちゃう、サイズ感。うん、おいしい。めちゃくちゃ柔らかいのに全然脂っこくなくてすごくおいしい。柔らか。締めはしらすご飯だそうです。おいしそう。締めまでめちゃくちゃおいしそうです。最高。いただきます。おいしい。バームでこんな美味しいお米が食べれるなんてっていう衝撃的な。おいしい。梅と大型しらす。パン粉。おいしい。ご飯がやっぱ土鍋で炊いてくださってるので、ふわふわ。うん。昨日から今日にかけてジャンキーなカロリー高いもの食べてたから、しらすご飯が今すごい染みてます。おいしい。うん、これデザートも鉄板でなんかやってくれるみたいです。クレープシュゼット。美味しそう。もうすでにキャラメルを作ってきます。キャラメルを作るんですって。バターシュガーですね。これがキャラメルになる。めちゃくちゃ綺麗。集中力がすごい。すごい。今キャラメルを作ってるんだって。ここにあのクレープを入れて炊いていくんですね。クレープを炊くんですね。はい、このままオレンジのジュースで炊いていきます。面白い。フランスの古典料理、デザートですね。へ、楽しみ。熱くないですか。うわー、うわー、すごい、すごい。ありがとうございます。美味しそう。溶けないうちにいただきます。あ、おいしい。フレンチトーストのクレープ版みたいな感じなんだけど、オレンジめっちゃたっぷり入ってるからすごいすっきり食べれる。レアチーズケーキのあのレモンの風味みたいな感じもするし、いろんなスイーツが混ざってる。おいしい。オレンジもオレンジジャムとかオレンジジュースじゃなくても生のオレンジだからすごく香りがいい。めちゃくちゃおいしい。幸せです。今ご飯食べ終わってロビーに来たんですけれども、ハロウィンということでハロウィン装飾がされてる。お化けちゃんがうようよいます。かわいい。ハロウィンにさ力入れてるのがすごい海外って感じで素敵です。はい、たらふく美味しい鉄板焼きをいただいたんですけれども、ご飯の後はバーに来ちゃいますってことで、こちら見てください。めっちゃブルーのライトで素敵なバーです。おしゃれすぎ。これがねプールサイドにあるバーなんですけれども、夜にこの青い光の下で集ってお酒がいただけるという素晴らしい場所でございます。最高。はい、こんな感じで今バーカウンターに座らせていただいたんですけれども、限定のカクテルとかが飲めるみたいです。はい、すごい素敵。これはノンアルで作ってもらいました。おすすめのカクテルです。いただきます。おしゃれなカクテル。うん、マジリゾート地で飲みたいドリンクナンバーワンって感じの味してます。爽やかでスッキリで、 いい夜だ。でも明日帰んなきゃダメだから、もうあっという間に終わっちゃって、今日がグアム最後の夜なんで、最後まで全力で楽しもうと思います。寂しい。おはようございます。3日目の朝です。こんにちは、アミリンこと松海です。3日目の朝はデデドの朝一っていう、土曜と日曜日だけやってるバザーみたいなのやってて、そこに来ました。すごい。でね、今日もねちゃんとめちゃくちゃ雨です。はい、すごくちゃんと雨です。マジでグアム来てから飯食ってない。悲しい。バーベキュー美味しそう。なんかあー、Thank you。 めっちゃ乗り、イエーイ。はい、今から私ココナッツジュース買います。あの丸ごとのココナッツジュース飲めるみたいなんで、せっかくだから。あ、美味しそう。すごっ。初めて飲むかも、このでっかいココナッツジュース。というわけで、ネスレ初ココナッツ、いただきます。なんだろう、スポーツドリンクの味するんだけど、アクエリとかポカリを自然界で作ったみたいな感じの味する。最初なんだこの味ってなるけど、意外とも
んでしまうと飲めるというか、めっちゃ美味しいではないけど、あ、なんかあちょっと強いのかも、おうみたいな感じです。テンション上がる。こんなでっかいやつ持って飲むことないから、なかなか。これと食べます。次、チキンコアポーク焼き鳥と焼きポークみたいな感じ。いただきます。あ、うまっ。めっちゃ美味しい。甘辛いトマトケチャップ照り焼きみたいな味がして、お肉めちゃくちゃ柔らかい。こんなの変な感じ。これは結構屋台麺としてのレベルがめっちゃ高いと思う。やっぱ、うん。続きましてこちらです。これなんかね、フィリピンのめっちゃ有名な朝ごはんらしいんだけど、豆腐にタピオカとチビタピオカみたいなやつが入ってるやつで、これね、実は今日たまたま同じホテルにフィリピンですごい有名な日本人の YouTuber さん、フミヤさんって方が泊まっていて、その方が美味しいからぜひって勧めてくださったものです。いただきます。超美味しそう、ビジュアル的に。でも豆腐らしいからどんな味がするかちょっとドキドキワクワクって感じなんですけれども、いただきます。うん、美味しい。当たり前だけど豆腐ってやっぱプリンとか杏仁豆腐とかそっち系の食感じゃないですか。豆腐はスイーツなんだって思わせてくれる、そんな味がします。味付けはなんかね、優しい黒蜜みたいな感じで、とにかく美味しい。うん、なんだろう、癖になるな。美味しい。うん、フミヤさんもありがとうございます。フミヤさんのね、動画でね、ファーストリアクションも撮ってるので、よかったら見てください。フミヤさんは日本人なんだけど、本当にフィリピンに特化した YouTube されていて、もうフィリピンでは知らない人はいないってぐらい、フィリピンで一番有名な日本人って言われてるぐらい有名な方らしいです。今回旅もちょこちょこと一緒に行動させてもらったりしたんですけど、超素敵な人でした。めちゃくちゃ優しいし、めちゃくちゃ気さくだし、めちゃくちゃコミュ力高いみたいな、すごい素敵な人だったので、よかったらフミヤさんのチャンネルもチェックしてみてください。皆さん、旅の出会いに感謝。なんかおもちゃ売ってるところある。私海外のおもちゃ大好き人間だからさ、ちょっと欲しくなっちゃうよね。最高。え、待って、これやば、ハロウィーンみたいな耳。清掃したくなっちゃうじゃん。なにこれ、エビ、伊勢エビ、カラフル伊勢エビ。遊び方全く分かんないけど、はい、ワニ買いました。これあのお散歩できるワニです。ちょっと見てほしい、ぜひとも。めちゃくちゃさ、軽快なステップで歩くタイプのワニでさ、いってらっしゃい、あなた歩けます、かわいい。はい、続きましてこちら、チキン豆スープっていう、これもなんかね、フィリピン系のご飯らしいです。食べてみます。いただきます。美味しそうなスープ。あ、美味しい。食べたことある味なんだけど、これ何の味だ。あ、美味しい。ピリ辛の鶏ガラスープみたいな、ラーメンの出汁とかにありそうな味してる。ニンニクの香りもすごいしてるし、多分一番近いのは鶏ガラスープ、中華スープ系のやつかな。具もゴロゴロ入ってるので、結構これだけでお腹いっぱいになるだろうなってぐらい。めっちゃ美味しいです。はーい、今ホテルに戻ってきました。今からプールに入りまーす。いやーい。なんかこっちにでっかい雲あるのは怖いけど、ちょっとだけ晴れてるから、ラッキー。今日の午後には帰んなきゃダメだから、午前中目いっぱい楽しみます。はい、というわけで今年何回見たか皆さんわからないと思うんですけれども、またもや水着のエミリンチャンネルです。こんにちは。行くぜ行くぜ。プールめっちゃいい感じよ。こんな感じで、これインフィニティプールですね。海とつながって見える、素敵。いい映え写真が撮れそう。行ってきます。はい、念願のインフィニティプール、マジでいい。プールからすぐ海がつながって見えるみたいな感じです。では入水。冷た。まあでも今年ラストプールだと思うから、これこんな水冷たいの。サウナなど入る水風呂ぐらいの冷たさあるんだけど、入っちゃえば意外といけるんだろうね。勇気を出していくか。せーの、頑張れ私。せーの、はい。おお、入っちゃえばいける。一気に肩まで行った方がいいかも。でもなんか気持ちよくなってきた。最初めっちゃ冷っとって思ったのに、意外といける。めっちゃいい。海も綺麗や。なんか昨日より綺麗だね。こんな感じです。ホテルについてるのいいよね、インフィニティプールが。でも今回もね、本当ホテルさんがご招待していただいたっていう感じだから、本当に私は感謝を物申したい。今日が最終日ですけれども、素敵な空間を与えていただき本当にありがとうございました。ペコリ、本当ベリーライクです。
あ、綺麗、超いい。わ、海綺麗、透き通ってる。わかる、このなんか綺麗だね。私いつもこういう風景を見ると絶対に歌いたくなる曲があれです。空と海が出会うところへ、どれはだは遠いのはです。マジモアナ、もう私モアナなのかもしれない。本当にもしかすると、もうこんな晴れるなんて昨日はもうね無理だと思ったんだけど、すごい晴れてるし海も綺麗だし、いよいよ私本格的にもしかしたらこれはグアムに来たのではないかと最終日に改めて実感しています。ただめっちゃ日に焼けそう。もう10月なのに、10月なのに夏ですごい楽しい、最高。来てよかったグアム、また来たいです。4回目も5回目も6回目も最高です。はい、というわけでもうねあっという間にチェックアウトの時間になっちゃいました。皆さんご一緒にせーの、うぃー、はい、ありがとうございます。で今奇跡的なんですけど、プールから上がってきて帰ってきた瞬間に雨ジャジャ降りのダダ降りのボチョボチョ、すごいね。私今日はプール入る時だけ晴れたっていう奇跡を起こしてしまった。2泊3日の弾丸グアム旅行だったんですけれども、本当にねリエガロイヤルラグナグアムリゾートさんの皆さんのおかげで本当にすごく楽しむことができました。改めまして本当にありがとうございました。全体的にすごいグアムにと思ったのは、グアムの方めっちゃ優しいし、なんかすごいこちらが何を言おうとしているのかをすごいちゃんと聞こうとしてくれてるなっていう印象がすごいあって、私とかまださ英会話をちゃんと習い始めて1ヶ月ぐらいとかかな、だから超拙い英語なの。基本的になんかすごい最初からちゃんと聞こうとしてくれるのをすごい全体的に感じたからすごい助かるのと、あとここのホテルは特に日本系のホテルということもあって日本語結構伝わるスタッフの方も多かったので、そこがすごく心強いなと個人的には思いました。というわけでこの後帰ります。ありがとうございました。はい、というわけでグアム本当にラスト、空港に行く前にちょっとだけ時間あったから最後 K マートに寄ります。K マート前回のグアムの時も行ったんですけど、めっちゃ楽しくて、ほんとコストコみたいな感じで、お土産物も売ってるし、服も売ってるし、ご飯も売ってるし、何でも売ってるよみたいな感じですごい楽しいので、行きたかったからすごい嬉しいです。ダッシュで最後に爆買いして終わろうと思います。えい、K マート。でっかい。マジでかい。ほんとコストコって持ってもらえたら一番わかりやすいかもって感じです。わーい。行ってきまーす。入店。とりあえずね、このでっかいカゴ。これでもうテンション上がるっていう。すごっ。こういうなんかずらーっと同じものがさ大量に並んでるっていう感じが海外って感じで楽しい、見てて。あんま日本にないもんねこんな。でサンリオのチュッパチャップスとか超可愛いんだけど、これ食べ終わった後貯金箱になるっぽい。可愛いマイメロちゃん。マシュマロかな、カラオケティーマシュマロ。ちょっと見ていきます。これ可愛い、ランダムのディズニーつむつむが入ってるマスコットみたいなやつ。このサリーとマイクのやつ超可愛くない。これ狙いで行きたいけど全20種類だからちょっと頑張んないとな。これはこんな感じでちょっと 見えづらいかもだけど、全20種類の中でランダムでどれか1個入ってるっぽいです。これはちょっと買ってみる。お菓子のコーナー、もうこれは本当に見てるだけで楽しい、幸せな気持ちになる。最高、すごいよ。だってみんなどう、どのお菓子が気になる。私でも全部欲しいわ。これ全部オレオ商品なんだけど、なんかオレオ関連商品だけでこのなんか一家購になってる、やば。コーンフレークエリアが可愛すぎて、マジで可愛い。なんかいろんなカラフルなやつとか形が可愛いやつとかパッケージ可愛いやつとかがあってマジで可愛い。コーンフレークみんな好きなんだろうね。コーンフレークだけでこんだけあるからすごい、コーンフレークの需要。はい、というわけで私が買ったのはフローズンの氷壊しゲームとアリエルのシールとツムツムのやつと、あとなんかミッキーの美味しそうな 100% ジュースがあったので買いました。今からお会計です。このお会計の感じもめっちゃコストコみたいで嬉しくて楽しくて面白い。はい、空港着きまして、いよいよ最後なんですけれども、最後にめっちゃ魅力的なラーメンって書いてあるところ見つけたので、最後はグアムの空港でラーメンを食べて締めとさせていただきたいと思います。ちょっとねパン系は結構いっぱいいただいたっていうのがあるので、麺か米がいきたいってことでラーメン最後行かせてもらいます。逆に気になるしね、このグアムの空港で売られてるラーメンがどんな味の、どんなラーメンが出てくるのか。でここ結構いろいろあって美味しそうなんよ。キツネそば、キツネうどんとかゲットしました。醤油ラーメンめっちゃ美味しそう。どんなものが出てくるんだろうと思ったけど、すごい美味しそう。店員さんがめっちゃ可愛くて、日本語ちょっと喋れる感じだったんだけど、あーどうぞいただきましどうぞって渡されちゃう可愛い、嬉しいね。なんかこう日本語を使おうとしてくださる気持ちが可愛い。
では本当にこれがおそらく最後のご飯になるでしょう。醤油ラーメンいただきます。おいしい。めっちゃちゃんと醤油ラーメンって言ったらすごい失礼だけど、日本のお店で食べても支障ないぐらいのレベル。めっちゃ美味しい。なんか最後にめっちゃホッとする味って感じで幸せでした。ありがとうございました。